HKD48 のお出かけ、今日はこっち側に行ってみました。いや、わからんわ知らん、そのマイナーチェンジは今回も行きましょうよ。今回なんですが、新しい企画です。あれ、メンバーたちがですね、演技力を身につけるために福岡の劇団に入団してきたみたいです。おー、なるほど。後藤さんはドラマや映画は？いや、もう俺はほとんどないね。何回かはあります。何回かはある。何役ですか？陽気な入院患者 B です。さらに B？ B です。でも多いですよね、芸人さんで最近そういう俳優業。多いよね。そうだって宮迫さんとかもうほんま大河とかすごいですよ、やっぱり、ね、すごいですよね、大河ドラマとかね、うん、だって岩尾さんなんかあれですよ、35ぐらいの時ですかね、ビーバップハイスクールってあの高校生の役。高校生役ですか？高校生役ですよ。すごい。ほんで現場で完璧にセリフもこなして、いやいや OK でーすってなって、あ、じゃあ次のシーンかなと思ったら、ちょっと待ってください、やっぱ NG でーすって。なんですか、全部うまいこといきましたやんって言ったら、頭に黒いスプレー振られたんですよ。そりゃそうやな。しょうがないですよね。高校2年生ここあれへんねん。あ、映画といえば、なんやねんな、なんやねんな。私5月30日から主演映画バラ色のブーコが公開されるんです。なんやねんお前、それが言いたかったんやな、お前人にそんな話いろいろさしといて。映画の話振ってみたりとか。ちょっと待ってください、主演。そうなんですよ、主演で、しかも映画、もう恥ずかしいことに。すごいやん。見てください、絶対。おお、まあ見ますよ。絶対見ないじゃないですか。え、なんで嘘でも 見るって言わないんですか。いや、あんまり見る習慣がないので。すごく面白いので絶対に見てください。どうなの、なんか待ち時間とか。長すぎますよ。本当に面白い、面白いです。ぜひ見てください。うん、お願いします、はい、さあ、それでは、あ、なんかもう本当に変なことさせます。あれ、書いてますよ、大物女優らしくと書いてますからね。ちょっと 波打って、はい。それでは、うん、VTR、うん、お出かけ。どんなイメージやねん。真剣に演技を頑張ってましたけども、まあそれぞれね、やりますけど、やりましょう。 VTR でやってた感情カードのやつ、私、あれ、あ、俺らもマジでやりたい。私家でやりたいぐらい。さあ、ここにこちら悲しいというカードがあります。後藤さん、今から一人で即興で悲しい一人芝居してください。はあ、設定は大好きなペロちゃんが突然家から出て行ったってことにしましょう。え、それではお願いします。もうやんの。はあ、なんで出てきよったんやつ。俺別に何の不自由をさしたわけでもないしやで。うん、なんかこうお金に困らしたわけでもないのに、なんで。ちょっとやめてもらっていいですか。あのね悲しいの前にね、恥ずかしいよ、ね。いや、向いてへんねん俺。面白い。だから何個かあんの。待ち合わせ場所で彼を待ってる、はい、という、わかりました、ストーリーでいきましょうね、はい、はい、よいスタート。うわー、今日デートだ、めっちゃ楽しみ。ずっと楽しみにしてたんだよな、デート。まだかな、うん、10分ぐらいかな、ちょっと早く来すぎちゃったかな。超嬉しい、楽しみ。マジこっせんなよ。急げよ、あいつ。本当はそういうとこあるんだよな、あいつ。そうなんだよ、あいつ。マジふざけんな。閉めた。でも緊張するんだよな。でもやっぱ会うときは怖いんだよな。なんかやっぱ、旦那、これでよかったかな、服が黒すぎたかな、気がする。なんだかな、あれ、なんだろう、こんな気持ち。寂しい、早く来ないかな、遅いな。イエーイ。
アホお前、彼氏帰ってまうわ。次回はお差しデミー賞ですよ、ついに。あの次回に差しデミー賞が決まんの、それ大丈夫ですか、それ。差しデミー賞あんまりね、私も実は嫌だったんですよ、差しデミー賞って言われるのが。あーそう、自信がなくなってる部分もあります。どうなんかな、みんな。いやでもそれってすごいですよね。これええな、これもう人に差すのめっちゃ楽しいな。というわけで次回は差しデミー賞も決まりますし、メンバーの本気演技が見れますので、はい、ぜひお楽しみに、はい、さようなら、おやすみなさい、イエーイ。HKT48 のお出かけ、おー大きめに、こっちです、今日は。知らんわ、いつもこっちですけど、大きめにやったな思ったらこっちのカメラかい。というわけで今回も本日のためにメンバーがお出かけ。もうええわ、なんで次こっちやねん。俺にかぶってくるな。いや今週は、はいはいはい、先週に引き続きまして、まあね、なんか演技力を高めようということで劇団の中に入団させてもらったと。お出かけですよ、はいはい、いつもは畑で野菜取ったりしてるのに。そうですよね、急にこういう感じになっちゃったのが、番組のテイストとしてなんかもうこっぱずかしいというか。確かに変わりますよね、内容は。自分の真剣な姿見てみないと何とも言えないんですけど、でも本当にこう自分たちの仕事の延長線上にあることですから、これはしっかりと身につけとかないと、うん、そう、今回は確かに勉強になる、メンバーにとってすごくいい企画なんですよね。だってこれ演技する人って俺やっぱすごいなと思うもん。思います。おい、俺はほんまにできへんし、うん、ただね、僕ショートムービーはね2本ぐらい撮ってるんですよ。え、監督で。すごい、 そっちは好きなんですよ。あ、作る側は。そう、もうたまらん。へえ。何がみんな恥ずかしいかっていうと、まあ監督なんでほんまのプロの助監督さんがチームがつくんで、プロなんですよ、うん、でみんなじゃあ行きます、うん、よーいスタートとか言うのがもうめっちゃ恥ずかしいんだよね。だってじゃあそうですよ、だから緊迫した時も、うん、で後藤さんの一声待ってるんですよ。そう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 、うん、俺もう全然恥ずかしなかった。それが恥ずかしい。一発目からで、一発目の掛け声からよーいあいって言った。なんかお会いしてうわっと思った女優さんとかいいの。もう石原さとみさんマジ可愛いですよね。可愛いよな、ほんと可愛いですよね、ありえないぐらい、うん、ありえないぐらい可愛いですよね。可愛い可愛い、ありえないですよね。うるさいな。ありえない。さあ、というわけで、ええ、どうでしたか。お前らちゃんと照れて見れてないやんか。いや本当に頑張ってたしすごいなって本当に思ったんですけど、ただこれお出かけなんだよなって思ってたと。撮ってるスタッフは一緒、撮ってるディレクターは一緒って思ったら、どんな気持ちになったんだろう。まあね、この辺のこうむずがゆい感じはしましたけどもね、うん、でもすごかったですね、まあ、ちゃんとやってましたよ。でもね、うん、思ったんですけど、うん、そのハルピチームの方、あれね、写真見た段階で俺じゃないよってなんで言わなかったんですか。まあだからそういう設定の甘さはあるんでしょうね。ハルッピは多分浮気してたんですよ。で自分だって気づいてなかったんですよ、まだ。もうだから実際多分浮気してたと思うんですよ。めっちゃ張り込んでる。めちゃめちゃええ客やわ。すごいな。まあ難しいでしょうね、いざやってみると。やりましょ。え、即興演技俺らが2人でやりましょうよ。あ、わかりました。うん、あ、お茶大丈夫ですか。あー悪い、ね、あ、始めちゃった、また間違えた。そうですよ、私見ちゃったからよ。俺も悪いね悪いね言うと多分向いてないで。俺もなんか気使えんかった部長や思って。気を取り直してテイク2。私見ちゃったんですけど。何を見たんだよ、その仕事中に。なんだよ部長、外回りサボりましたよね。営業サボりましたよね。サボってないよ、昨日もね、第一物産のところにも行ってきたし。何を言ってるんだよ。行ってない、公園でパン食べながら見ました。それは
昼食じゃないか。違う、サボってるんじゃないんだよ、あれは。違います、現場と現場の間に向かう時にお腹が減ったからパンを食べた、それだけだろう。そしたら派手な女の子が歩いてきて、その子とどっかにいたじゃないですか。私外回りの時見ました。何をバカなこと言ってんだ。俺という証拠があるのか。君はない。でも好きなんです。な、有給を取れ君は。どんなやん、なんで急に好きやん。それでは今回はお出かけ MVP だな、最も演技が上手かったメンバーを選ぶ差し出人賞を選びたいと思います。はい、第1回お、あ、出た差し出人賞の発表です。え、なんでノミネートの人だよ。やつやん、みんなの人こないしといたい。発表します。宮脇さくらです。おお、これね、当たり前ですよ。確かにね、涙の演技、あんな演技見せられたらもう選ぶしかないです。ですよね。逆にダメだったのは、あ、なるほど、ゴトデミー賞。ゴトデミー、あ、これです、ゴトデミー賞。指原です。いや、そらせん。